神保明です。今回は BOSE の L1 Pro 16を使ってみたいと思います。先日10月10日のドラムの日にこの L1 Pro 初めて使わせていただいたんですけれども、まずこのスタイリッシュなルックスに非常に引き付けられました。そして音色も、なんて言うんでしょう、ダイナミックレンジが非常に広い、高いところから低いところまで。もうドラムというのはいろいろな楽器の中でも最もダイナミックレンジの広い楽器なんですね。高音、シンバル、それからすごく低い音、ベースドラム。もう高いところから低いところまで全てカバーしてないとなかなかこのドラムの音っていうのは再生できないんですけれども、L1 Pro はもう本当にこういうコンパクトなルックスなのに非常に素晴らしいスピーカーだなという印象を受けました。僕はこのアコースティックドラム1台で全国を回ったりしているんですけれども、なぜドラムなのにスピーカーが必要なのか。もちろん生ドラムからその生の音が出ますけれども、僕はワンマンオーケストラというスタイルで楽曲をドラムで演奏するということをやってるんですね。そこで生のドラムの音と、それから様々な音色を出すためにスピーカーっていうのは絶対必要になってくるんです。では、そのワンマンオーケストラについて、ちょっと説明してみたいと思います。ワンマンオーケストラというのは、カラオケと合わせてドラムを叩くわけではなく、すべて自分のタイミングで、リアルタイムで演奏しています。この辺についているパッド、それからすべてのドラムにセンサーが仕込まれてますので、どこを叩いても、あるいはどこを踏んでも、ドラムではない別の音が鳴るという仕掛けなんですね。僕は昔、友人の結婚式でドラムソロをやってほしいと頼まれたことがありまして、やったんですけれども、非常に評判が悪かったです。親族の顔がこうだんだん曇っていくというかね、ドラムソロというのはドッカンバシャン、ドッカンバシャンという、崩壊を予感させるようなところがありまして、その時、ドラムソロというのは結婚披露宴には似合わないんだなということをつくづく感じたんですけれども、このワンマンオーケストラがあれば大丈夫。では、ワンマンオーケストラを使って、結婚披露宴で万来の拍手を得られるような演奏をちょっとご披露してみたいと思います。L1 Pro 16は PA スピーカー、お客様側、そしてモニタースピーカー、演奏者側、1台で2役、両方兼ねることができます。ラインアレイという、こう、スピーカーを縦に並べる方式で、すごく直進性、もう遠くまで音が届きますし、それから180度のこう幅で、音をカバーできる、非常に優れた性能を持っています。ですから、例えばこの自分の後ろに L1 Pro 16をセットすれば、自分の背中でこうモニターしながらお客様の方まで音が届く。で、自分がここに座っていても決してうるさくないですね。非常にこう、気持ちいい音に包まれるような、そういう感覚があります。ワンマンオーケストラで全国をツアーしていると、様々な会場があります。音響設備がすごく整ったところもありますし、ちょっと寂しいなと感じるところもあるんですけれども、この L1 Pro 16が1台車に積んであるだけで、どういうシチュエーションでも常にお客様に最高の音質で自分のパフォーマンスを楽しんでもらえるんではないかと思ってます。カフェみたいなところでもこれから演奏ができますよね。結婚披露宴に呼ばれても大丈夫です。L1 Pro 16、これから僕の頼もしい旅の友になるような気がします。神保明でした。